はい、こんにちは。ではですね、今日は舞台の期待値であったりとか、最大値であったりとか、その火力っていうのは、どのようにですね、算出されているのかっていうのを、ちょっとわかりやすく解説していきたいなと思ってます。で、極端な話、ツールとかが、あるのかもしれないんですけど、そういうのを使ったら一瞬で入力すれば出るんで、そっちの方が一番楽でいいんですけど、自分でも計算できるようになっておくと、例えばツールとかが作者の人がやっぱり戦やめたとかってなった時でも、いつでもそういうの出せるようになりますし、あとは大まかな、なんていうか、全体像がつかめるようになってくるのかなと思うので、一応知っておいて損はないかと思います。ではですね、本題の、舞台の、まず期待値っていうことについて、やっていこうと思います。で、舞台の期待値出すのは簡単っていうか、まずスキルの期待値の計算の仕方っていうのを知らないといけないかなと思ってます。で、スキルの期待値の計算の仕方なんですけど、期待値ってそもそも何ぞやって話なんですけど、期待値って要はスキルの火力と、発動率を考えたときに、平均した火力はこれくらいだよみたいなのを出すっていうことなんですけど、例えば火力100のスキルがあったとして、発動率が50%だったとするじゃないですか。そしたら、2回に1回100%が発動するので、平均したら50の火力が、1回につき出てるってことになるわけですよ。本当は1回は0%なんですけど。だから100、火力100%の50%は火力、期待値50%ってことになりますね。なんで、スキルの期待値の計算の方法は簡単で、火力かける発動率の100分の1ってことですね。だからさっきの話で言うと、火力100だで50%発動だったら、100かける0.5で、50%ってことですね。これが期待値となってきます。で、次に、じゃあ、スキルの発動率っていうのはどうやって計算するんだっていう話なんですけど、簡単な話、舞台にセットすればわかるっちゃわかるんですけれども、一応それの計算方法も、説明しておくと、発動率の計算は、まず素の発動率と舞台ランクによる発動率ですね、があって、素の発動率の方は、平方値で出ます。で、平方値でどうやって計算するのかっていうと、舞台にはですね、最低1人でも軍師っていう平方値を上昇させる武将が必要になってきます。それはなぜかっていうと、このスキル発動率に直結してるからです。例えばなんですけど、平方値3000の武将がいて、残り兵法値が2000、2000、2000とかの部隊があったとするじゃないですか。そしたら、兵法値が一番高い3000のやつはそのまま割る100で30%スキル発動率が加算されるんですけど、残りの兵法値がそれより低い2000の兵法値のやつっていうのは、割る100されるんですけど、さらにそこから割る6されたものがスキル発動率に加算されるってことになってます。だから2000、2000、2000だったら合計6000の、割る100で60%上昇しそうなんですけど、そこをさらに割る6するんで、10%の加算ですね。だから兵法値が一番高い武将の、兵法っていうのをそのまま、割る100にして足して、残り3人の武将の兵法値の合計っていうのを、割る100したところから、さらに6で、6等分した数のうちの一つが、兵法値に加算されるってことになってます。で、あとは舞台ランクの上昇率ですね。それが追加で加算されます。
それがまあ、ランクが1上がると、まあ、星1だと考えたら、まあ、限界突破が4人で、まあ、6、4、24で、まあ、24、星24なんですけど、そしたら 6% 上昇。で、28で 9%、まあ、極限突破4人です。で、32で、まあ、12% というようになっております。まあ、天元突破4人で 12% です。まあ、じゃあ実際にそれを今の使ってですね、この舞台の、まあ、スキル発動率っていうのを計算してみて、実際にやってる方確かめてみましょう。まあ、まずこれ、まあ100割って314.5だから、31.45 ですね。まあ、31.45 上昇と、あとこの3人を足して、まあ、100と6で割るって感じですね。2700+2710+740で、割る6割る。まあ、なんでこれで 13.61 か62くらい、まあ、上昇してると思うんですけど、それに、プラスで 31.45 を足すと。で、これに加えて、まあ、舞台ランクの 12% 上昇しているので、まあ、57% くらいスキル発動率が上昇していれば、まあ、計算が合っているということになりますが、まあ、57% なんで、まあ、覇王星群が 99% 発動くらいになっていれば、まあ、いいってことですよね。まあ、99.6 だかなんだかだったかな。しかも忘れちゃって。まあ、このようにですね。そうですね。99.06 で上昇率になってるのがわかると思います。で、まあ、実際はですね、これにさらに、まあ、上がる可能性として、まあ、表示はされないんですけれども、この舞台の、参加した自軍のスキル発動率上げる武将とかもいるんで、こういうのでもちょっと上がったりしますね。まあ、なんで合計上がる可能性があるとしたら3つで、兵法値の上昇、舞台スキルの上昇、まあ、武将の効果による上昇っていうことになってます。ですね、今のがスキルの発動率の計算方法となっております。まあ、最初に説明したようにですね、舞台の期待値を出すのは、まあ、火力とスキル発動率を、まあ、計算すればいいので、まあ、そのためにスキル発動率はどうやって発動するのかっていうのを知っておくのは必要ということですね。はい。で、まあ、今回ちょっと長くなってしまうと、まあ、大変だと思うので、ちょっと一回ここで一旦終わりということで、次回また火力についてどうやってこの数値が計算されてるのかなとかいうのをやってみようかなと思ってます。はい、ではありがとうございました。